みなさん、こんにちは。私の名前はアシュリーです。2ヶ月間日本語を勉強しています。1週間に5回日本語を勉強します。私の友達も日本語を勉強するので、友達と日本語を話します。次の夏、日本に行きたいですから、たくさん日本語を勉強しなければいけません。文法は優しいですから、元気の教科書が好きです。大好きです。今この漫画を読んでいます。この漫画は難しいですが、とても面白いです。たくさん漢字がありますから、ちょっと難しいです。私はこの漫画に日本語と英語があります。私は日本語を練習しなければいけません。日本語で話したいです。じゃあまた。